妄想科学シリーズワンダーバスタイルはワンダーファーム制作のメディアミックス作品。テレビアニメ、ドラマ CD、コミック、ゲームなど各種媒体で展開された。いわゆる美少女物を一風変わったアプローチで制作することを目的として企画された作品で美少女ギャグ極限まで高めた妄想を描く。ヒロインたちが毎回地球に優しい方法を使って宇宙に向けて発信するのが コンセプトの一つでタイトルのワンダバはそこに由来する。地球に優しいと称する非現実的な月旅行の方法は東京大学アニメーション研究会の協力により考え出されたもので全て理論的には可能。しかし作中では最後の決め手に書き失敗することになり美少女たちが毎回ひどい目に遭う。アニメ放送に先駆けて担当声優による声優ユニット ミックス・ジュースが結成され、各種プロモーション活動を行った。99科学は13歳にして、あらゆる知識を蓄えた、天才科学者。彼は、あらゆる物理法則、科学理論、古代妄想を駆使し、化石燃料を使わない、地球に優しいガツ世界旅行を実現するため、助手兼美少女型技術試験衛星ロボット、キク号と実験を行っていた。そして、 売れないアイドルグループミックスジュースが人類史上初のガツでコンサートを行い一役スターになるため99博士の実験台となる2003年4月から同年6月に UHF アニメとして UHF 計画局及びキッズステーションにて放送ありがとうございます